よいしょ。ジャン君。はい、ジャン君。お疲れ様でした。何か届きましたよ、ジャン君。届きましたよ、ジャン君。ちょっと待ってね、負けるからね。いい、ジャン君チェイク。ジャン君チェイク。ジャン君チェックの前に連れといてまーす。かわいいワンちゃんが寝てる。しばちゃんだね。メッセージカードだね。うん、はいね。じゃあそれは、はい、まず目についたら、おー、何ですか。あ、マシュマロ、チョコマシュマロ。お、チョコのマシュマロ、うん、なんかめでたい感じだね、うん、おめでたいです。で、一旦なんか立派な袋に入ってるし、いたします。はい、うん、はい、はい、じゃあこここちらへ、はい、かっきり置いとくとジャン君が入るかも。で、入っていいよ、はい、おっきい箱減らない。最初に、お、白い食べっ子動物だって。食べっ子動物知らない？なんとなく、うん、あるかな。私が子供の時、ああ、ちょ、自分の子供の時じゃなくて弟の子供の時。おっとっととは違うのね。あ、おっとっとはお魚で、うん、塩味のお魚とかがいっぱい入って、こっちはなんかビスケット、ちょっと甘め、甘いビスケットで、うん、子供が英語を覚えたりしながら食べるやつ、ライオンの形してるのにライオンって書いてあったりするやつです。なるほど。白いんだって。なんかついてるのかな。あ、ホワイトチョコが染みてる。シューを兼ねてるわけね。そうなの。はい、ブロンコ飴。ブロンコ飴っていうのは何だろう。わからない。梅風味って書いてあるよ。梅の味のする飴なんだ。そうだね、なんかそういうブランドがあるのかな。ブロンコ飴っていうのがあって、でもブロンコおじさん結構なんか外人さんっぽいね。梅じゃないのもあるのかもしれないよ、外人さんっぽいやつも。で、富士山、世界文化遺産富士山。何これは。チョコクランチですって書いてあるよ。これも食べ物なんだ。そうだね、多分富士山の形してんだろうね。そうなのかな、ね、あ、横向けたら多分富士山、富士山だからね。へえ。まあいいや、後でね。はい、はい、後でね。はい、ここに置きます。まあ大丈夫には作ってあるんだろうな。じゃあこっちからかな。よいしょ。なんか桜の春らしいやつです。なんだ、おとぎの楽園物語、大人のためのヒーリングスクラッチアート、削って書く。わかった。自分でよく作ったやつ。クレヨンいっぱいいろんなの塗って、その中黒塗って、自分でこう、爪楊枝とかで書いてたやつだね。なるほど。すごい、そんなのが、やらなくて、自分でやらなくて作れるってやつなんだ。書けるんだ。すごい、そんななんだ。素晴らしい。はい。楽しそう。これは、桜クレパスの文具たち。わお。お？なんか、お絵かきセットがいっぱい集まってきちゃったね。そうだね。かわいい。桜クレパス。絵描かないとね。これを。って毎回言うかな、俺。そうだね。なかなか。あ、なんかいろいろあるんだね。これも。最近のは、お子様は随分楽しげになってるんだね。これお子様向けじゃないと思うよ。大人の人が、懐かしいじゃん、桜クレパスって。うん、それで、ね、嬉しくなって買うんじゃないのかな。よいしょ。まあ、お子様もいいと思うんだけど、でも、どっちかっていうと、大人が喜ぶタイプだと思うよ。よいしょ。あ、頑丈。
この中に、よいしょ、出た、出ました。ははー、思わず全部欲しくなる可愛さ。確かにとっても懐かしいです。お、名前を書くとこがついてる、うん、なるほど。これをで入れて、それをいろんな、こういう風に自分が好きなようにハサミ入れたり、そうそうそう、段ボールが入ってて、はい、あとほら使い方の本が書いてあるから、使い方っていうかこういうのがあるよっていう、ほらこういうふうに使うってことでしょ、こういうふうに、はい、ちょっと集まってきてるものが多いので入れてみようか。そうだね、うん、はい、かわいい、懐かしいやつ、かわいい。実はこれはうちお気に入り、白雪布巾。そう、これね、私も好きで、うち水色を実は前に買ってやって、うん、キャン君とポンちゃんの食器をふきふきするのに使っているのね。色違い、やっと新しいやつ。これいいんだよ、すごく使ってるとね、柔らかくなってきてね、いいんだよ。オリジナルドール、お好みにカスタマイズしてオリジナルドールを作ってみよう。あ、これにおリボン巻いたり、なるほど、洋服着せて面白いよって、こう、これもう完全に女の子向けだね。そうだね、あのこのサイズでなんかひらひらがついてたら、うん、多分加えて飛ばす人がいると思うんだけど。 あそこにいる人ですか、どうですか、ちょっとこれ白く飛んじゃうんだよね。あ、そっか、じゃあちょっとカスタマイズした後にね、うん、そうね、うん、お、なんか不思議なものが出てきたよ。これで最近子供たちにだいぶ受けてるらしい ね、あ、そうなの、また出たばっかりの時もね、すごい、なんか、あ、ちょっと違う、ねるねる、ねるね、カラフルラムネ、なんか昔よりちょっとおしゃれになってる。ドケンさんはね、もう年なのでこういうのが通ってきてないんだよね。私もね、あの、もう弟の時代かな、なので私もちゃんとやったことはないんだけど、もっとなんかこう怪しい感じだった、魔女の絵とか書いてあって、ねりねりすると色が変わるよみたいなやつ。メガネスタンド猫。よかったね。よくなく、メガネをそこらに置いといてどうしても忘れてしまう。ないないってなるので、猫の形のコンパクトなメガネスタンド。あ、ポンちゃんだ。ポンちゃんだ。あ、ここがこうやってちゃんとこうへこんでんだね。うん、よしよし、あれ、こうだ、ここにメガネが来るよ、ね、あ、そっか、じゃあこうか、こうか、こうですね、はい、こういう感じ、ちょっと歪んでんだね、このメガネ。そうなのよ、そっか、直さないと、ちょっと直さないとね、はい、なんかこうスケベっぽい黒猫になります。ちょっとこれがないと見えないので、ポンちゃんなのにスケベっぽくなっちゃうな、ポンちゃんの、はい、どうぞ、ポンちゃんっぽいです。いいんだよね、やっぱりメガネのそこを折りたたんだ状態で置く、正しい、はい、大丈夫大丈夫。じゃあ黒系のメガネの歪みを直しましょう。よいしょ、よいしょ。お、鳥さんだ。かわいい鳥さん。これはシール。シール。うんうん。はいはい。海外作家シリーズ。うん。フレークシール。鳥。
マステ素材のスケルシールです。あ、マスキングテープ状態のやつだから貼ったり剥がせたりしやすいやつだ。はい。かわいい。こういうのはもったいなくてなかなか使いません。これを直したいけどなかなか使いません。ふわふわしてるよ。あ、ジャン君のおもちゃかな？そうだね。マステルモンスターオーナメント、オーナメント？火星人だね。昔ながらの火星人。ああ、これは噛んで飛ばしやすいね。そうだね。オーナメントって書いてあるけど、絶対ジャン君のおもちゃになるよね、きっとね。はい、どうぞ。ジャン君、大事に使ってね。あ、すっごいカンカンしてる。あ、こいつ気がいいかもです。めっちゃクンクンしています。あとで遊ぼうね。これは可愛いやつの、はい、これをここにこうやってこうやってこうやって小物を入れられます。ジャンくん、ジャンが出てくるの？ジャンくん、こうやって小物が入れられます。はい、ここにね、カタリア入れられます。ジャン君よかったね。あ、なんか気持ちいい、うん、すっごい気持ちいい、触り心地いいね、うん、よし、こっちもなんかねいっぱい入ってるよ。なんかすっごい立派なのが入ってるどうしよう。はい、アスパラガス。アスパラ、アスパラ好きだよね。お母さんも好きだし、うちアスパラ好きだけど、うん、こんなにいっぱい入ってるやつ買ったことない。すごいね。ちょっとこの辺のものをよいしょ、ちょっとだけ移動させて。あ、これは新しいやつ、嬉しいな。よいしょよいしょ。はい、これも何かかな。よいしょ、よいしょ、やべちゃった。あ、プチトマト。ミニトマト、はい。もう少し料理ができ始めて。うん、なんか美味しいのができそうだね。よいしょ。これがなんか立派なブーケレタス。レタスの王様。パイアグループブーケレタス千葉さん、軽く洗ってお召し上がりください。立派な感じのレタスだね。ね、こんな立派な、なんかヒラヒラしてるやつだね。なんか贅沢っぽい。はい、贅沢のこと野菜が届きました。あ、まだあった。よいしょ。これはなんだ。ん？人参の葉っぱだ。さっと茹でておひたしか和え物に。へえ、そういう。葉っぱってなんかあの猫のね餌にもこう入れてとうんちが臭くなくなるよってやつだったね。うんちとおしっこの匂いがね。これほらこのまま人参としてまだ育ってないってことだよね。ここにほら根っこがあるから。あ、新芽ってことだね。そうなの。あれだよね、スプラウトってこと。最近。そういうことか。多いよね、ブロッコリースプラウトとか。人参もあるんだね、知らなかった。早いうちに摘んじゃうからもったいないっちゃもったいない。あ、でも間引きするな。そうだ、あの、分かんない、これ用に作ってる気もするけど、はい、すごい、どうもありがとうございます。珍しいものが、なんだかすごいたくさん。今日はちょっと知らないものも多かったね、うん、そしてジャン君も参加していましたが、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。これちょっと開けてみようかな、富士山。うん。よしよし。お、難しいか。はい、こんな感じで、富士山の中身がこういうものでした。俺はこう富士山の形をしているとしたら、こう横向けたら大変と思ったけど大丈夫そうです。あ、でもこの中身は、ね、中身はね、富士山っぽい。じゃあ一個開ける、うん、1個開けたらクロケン食べる。何かわからないけど食べる。え、クランチって書いてあったからチョコだと思うよ。うん、よいしょ。あ、雪がついてる富士山だ。ちょうど
今時の富士山だね、うん、なんか綺麗だし美味しそう。あははははあ、好きなやつじゃん。そうそう、クランチ系のやつだよ、チョコのクランチ。いただきます。このようなものです。あ、美味しい美味しい美味しい、うん、美味しそうだよね、うん、見た目も可愛いしね。はい、どうもありがとうございました。これもね、いただき物たくさんでした、うん、はい、トーストの上に乗るジャン君。かわいい。ジャン君、ジャン君お似合い。うん。うん。